生について忌憚のないご意見を伺いたいのです。あら、大魔師様もご一緒で。ちょうどいい。テレサ、返してくださいな。あの方がおられた時はそりゃ管理はだけど安心して暮らせていましたよ。なのに今はフォルディス遺跡にばかり大魔師様を集めて、私はほったらかし、善良な市民よりあんな偏僻な遺跡が大事っておかしい。ずっと清涼に協力してきた私たちを何だと思ってるんですか。本当によくわかります。本部に伝えておきます。に続いて小さな女の子までゴーマ病にかかって、とうとうこの町でも広まるのかと思ってたけど、そのとパタッとゴーマ病は止まったのよね。清涼にはゴーマ病に効く薬を作ってもらって、一日でも早く安心して暮らしたいわよね。殺されちまったんだよ。殺された？誰に？大魔師様にさ。ディアナがゴーマ病を発病して処分されたんだ。処分？メディサを殺そうとした警備を大魔師様が止めたんだ。殺すわ。ぶつかってるらしいのよ、収容所。ゴーマを捕まえてるとか？か、ゴーマならすぐに殺しちゃうべき。捕まったは単なる噂で、清涼人なら殺すのは不可能という結論に達し、先生すら日中との契約が限界、一時はその罪を抱えたまま生きようと思った。セリカはもういない。はい。断りを乱すのも超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こその力。俺は理想を成し遂げねばならないのだ。大切な人と食えなかった俺の手でこの世界を。アーサー兄さん、どうした？ベルベ、話したかった。そう、夕飯の準備できたよ。今晩はウリボアのにでもさそれは楽しみだ。急いで家に戻るとしよう。意味全部ないけど、取るようになっちまったが。ずいぶん物騒ね。発症したのは小さなだから、事になる前に処分できたがな。問題はゴーマになった娘を母親がかばおうとしたことだ。それが人情ってもんだろう。今はそういう情を抑えない時代なんだ。一人の危険にさらすんだぞ。おう。異常に気づいた男が清涼に通報よかったが、例の母親は逆上して通報者を殺しやがった。通報したのは母親が再婚を考えていた相手だ。母親の再婚にひどく反対してたって言うから、皮肉すぎるオチだ。自業自得だ。自分を抑えられない人間はゴーマより迷惑だぜ。ゴーマ化して大魔師に殺されると気になるのはメリサにかけられた適合者って言葉よ。ミーツに通じる人やらば、フマの清涼を恨むメディサとやらがクーマに、フォルディス遺跡はヘラビ、サイカって僕たちの、あちこちで清涼相手バレしてっていうゲ、その程度で完全滅退。
勝負ありだな。十分警戒して臨まなくては。この距離なら外しません。ゼロの傘吐く。警備がいないぞ。これは裏か表か。表よ。ここは一気に踏み込む。